どうもありがとうございます。皆さんご存知ですかね、今年令和6年の1月15日はですね、東京の警視庁がですね、発足して、150年になります。まあ、警視庁のホームページなんか見ますとね、まあ、いろいろ書いてございますし、もう切符も売り切れてると思いますけれども、警視庁の音楽隊がですね、150周年記念のコンサートを2月の初めにやるとか、そういうことが書かれていますが、まあ、実はですね、警視庁が150年だというのは、その政府を挙げての行事にはなっていないんですよね。東京都の行事みたいになっているのは、私の意見ですけれども、明治以来のですね、日本の治安に当たった組織としての評価がちょっと狭く定義されているんじゃないかなと思います。そういうことで、いろいろお話をしたいと思います。警視庁の、ホームページに創立150周年記念サイトというのが立ち上がっておりまして、これから中身を充実していくと思いますけれども、徳川幕府が終わったのがですね、慶応3年の10月14日だったんですね。そうして、天皇の御神政の明治のようになってから目覚ましい発展を遂げるんですが、その頃に起きたのは、士族との同胞と、当時の明治政府との対立ですね。そういうことで、例えばその西南戦争があって、これは一種の内乱ですけれども、同じ薩摩の西郷さんが西南戦争を起こしてですね、それを内務省と言われた大久保利通と激しく対立するということがありましたですね。清井事件というのもありましてですね、大久保利通は石川県の藩士とですね、あと島根県だったですかね、殺されるという結末になりましたが、そういうことで、非常に治安がですね、悪化して、騒乱になっていたと、こういうことでございます。そういうことで、政府はですね、明治5年の9月8日に当時の大慶氏、当時の名前で言いますとですね、大慶氏というよりは、東京羅卒総長という肩書きですけども、欧州視察を命じまして、当時の欧州視察も時間をかけてやってますから、明治5年の9月から1年間ですね、欧州に行かして警察制度を勉強をさせてですね、特に首都である東京に主婦警察の実現を図るべきだということでということになったわけです。これが今の警視庁の始まりだったことでございます。ご案内のように、川路利通が、これは薩摩藩士ですけれども、初代大警視、現在の警視総監にあたる仕事ですが、国事案については警視庁の長に執行の権限が与えられてですね、その権限は全国に及んでいました。今は戦後はですね、都道府県警察になりまして、東京都だけの監督のように思われますけれども、そうじゃなくてですね、当時は警視庁の警察が各地に派遣されてですね、騒乱の鎮圧、不満士族の反乱だとかね、あったもんですから、その警戒警備に当たったわけです。まず明治10年にはですね、東京警視庁は発足から3年を足らずして廃止されて、内務省の直轄下に、つまり国家警察として、姿を変えることになりますけれども、それが
ずっと続きます。明治7年1月15日の東京警視庁の設置が警視庁の歴史と伝統の第一歩となって、これがまあ150年経ったということでございます。まあ、冒頭で申し上げましたが、私は国家的な行事で、あったと考えております。と言いますのはですね、まあ、ご案内の通り、その明治政府は西洋をまあ勉強するために大きな使節団を出すんですね。ところがですね、その不在の時に、まあ、西郷隆盛が中心となってですね、すでにまあ大改革というのをやってたんですね。ご案内の通り、まあ、数点指摘しますと、身分差別の撤廃をしましたですね、家族、士族、まあ、平民という3つの分離がありましたけれども、まあ、人身戸籍を、まあ、作ったりですね、あと証拠芸妓と年季奉公人を解放したりですね、小芸妓に対する債権を無効としたりですね、あと、まあ、有名なのは、まあ、キリシタンの禁制の考察を撤去したとかですね、キリスト教を容認するなんていうことありましたが、司法制度の整備、三権分立の導入を認めてですね、仇討ちを禁止するということもありました。あと国家財政の把握で渋沢栄一が活躍しますけれども、藩財政を国家財政に統一する、まあ、廃藩置県ということが西郷隆盛はやったわけですけれども、その中での動きです。あと財政収入の確立ということで地租改正に着手しましたですね、明治6年ですが。あと電信が開通します。これは明治5年です。渋沢栄一、杉原城などが参加して、もちろん前島密か、日本の郵政の基本を作った前島密かもが音頭を取るわけですけれども、あと改暦がございましたね、太陽暦にする。まあこれは話がありましてね、まあ、1年間政府があまりお金なかったから、防備金にしたとかいう話もありますが、そういうことがありました。アメリカの銀行制度を手本に国立銀行条例が定められています。まあ、郵便制度についてはお話しました。明治5年7月、旧幕臣の前島密が郵便取扱所として郵便制度を全国展開にいたします。あと軍政もですね、陸軍省海軍省を作ったんですね、明治5年ですね。作りまして明治6年にはもう徴兵令を交付します。その後ですね、これも大きな改革ですが、全国的な近代教育を導入しますね。もともとはフランスの制度を入れてアメリカの思想を加えたのがございます。明六社という団体がありまして、これは福沢諭吉など、まあ、主に旧幕臣の活躍が目立ちますですね。大久保利通なんか そのメインの官軍で勝利した明治政府の人たちがメンズ海外で旅行している間にですね、調査旅行している間に西郷はですね、大改革を出してますね。そういう意味で、まあ、非常に面白いことなんですが、その時に西郷隆盛が川路利義という薩摩藩士を東京府の羅卒町に明治5年5月に任じて、9月には外国行って勉強してこいということで欧州視察に出して、先ほど申し上げた通り、まあ、東京警視庁ができたと、こういうことでございます。当時のまあ大きな仕事は士族の反乱をまあ抑えると、こういうことだったようですが、それから150年経った、でいかがでございましょうかね。私は日本の治安の安定というのはですね、こういう動揺する世界の中で素晴らしいものだと思いませんか。まあ、いろいろありましてね、ちょっと私が今年の春になってですね、ちょっと失敗したことがあるんですが、これはサイバー犯罪にですね、私引っかかっちゃったんですよね。
まあ、後半で、ちょっと面白い話をしてみたいと思います。ご清聴ありがとうございます。